どうも、ぶーちゃんだよ。本当はね、今日ね、ぶーちゃんの散歩の日だったんだけどね、ちょっと今日暑かったからね、地面がちょっと暑くて、外出したらね、引き返して帰っちゃったの。で、もう出てくれないからね。もうそうなったらもうぶーちゃん行くしかないじゃない。ぶーちゃんお散歩大好きだからね、もう最近ね、ずっと歩いてもらってるから、助かるわ。ちゃんもちょっとね、夕方のもう6時か下手したら7時ぐらいにしかもう行ってくれないわ。でお昼はずっとエアコンの下で2人とも寝てるの。寝るときはね、ベッドでね、3人揃って寝てるけどね、お昼はもうずっとエアコンの下で寝てるわ。おいで、ぶーちゃん、ぶー、ほら、かしこい。家では全然言うこと聞かないのに。結構ね、穴掘りしてゴロゴロしたから汚れてるわ。こっち側はね、あんまり来ないのよ。車はね、そこすぐいっぱい通って簡単に出れるからね。でもね、あっち側よく行くけどね、こっち側はね、めったに来ない。でもね、気分転換にね、いいの。向こうね、まだね、明るかって、こっちは日陰が多いからこっちに来たのね。